クリスティンズ・コースキーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の女性元フィギュアスケート選手。2006年世界ジュニア選手権3位。ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれた。5歳の時にリレハンメルオリンピックを見て、スケートを始めたという。2004年全米選手権、ノービスクラスで優勝。2004から2005年シーズンから、 ISU ニアグランプリに参戦を果たした。2005から2006年シーズン、ISU ニアグランプリの JGP アンドラ杯で2位、JGP クロアチア杯で3位となり、JGP ファイナルへ初進出したものの6位に終わった。2006年全米選手権には、シニアクラスで出場し6位となり、シニアクラスの2006年4位大陸選手権と、 ジュニアクラスの世界ジュニア選手権代表に初選出された。2006年4大陸選手権では10位に終わったものの世界ジュニア選手権では3位となり初出場ながらメダルを獲得した。2006から2007年シーズンからシニアクラスに転校し ISU グランプリシリーズのエリック・ボンパール杯と NHK 杯に出場。 2007年全米選手権では10位に終わった。2008年、背中の怪我などを理由に、アマチュアからの引退、及び、テンプル大学への進学を表明した。ありがとうございます。